こんにちは。大阪府守口の総合生態サロンの石尾武谷です。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。今回はですね、なぜ、このチャンネルにはコメントをオフにしているのかについてお話しさせていただきます。結論から言うとですね、すごく苦手なんです。というのかな、よくですね、コメントをオフにしないとですね、いろんな人からね、ご質問とか、ご感想とかいただけると思うんですね。で、それが、まあ、ある意味、その、施術、チャンネルをね、発信する者にとっては励みになるとか、いうのもあるみたいなんですけれども、その、コメント欄書かれるとね、すごく、どうしてもね、返信しないといけないのかなって思っちゃうんですね。例えば、こういった場合どうなんですかっていう質問とかも絶対入ってくると思うんですよね。で、そういったものを返すときにですね、すごく僕苦手なんですよね、そういったものって。うん。で、あともう一つ、例えばこういったものを発信するとですね、必ずアンチって出てきますよね。うん。そういったものでね、書かれるとですね、すごく落ち込むし、逆にこのチャンネル上げるのをね、躊躇してしまって嫌になったりする可能性もあるんですよね。僕としてはね、このチャンネルをですね、ぜひ皆さんに参考にしていただきたいと思うんで、上げ続けたいと思うんで、アンチコメントはやっぱりあると凹むし、読みたくないしっていうのがですね、例えば、グッドボタン、バッドボタンって押せるところがありますよね。これ、皆さんにはね、見えないようになってるみたいですけど、僕はね、見えるようになってるんですね。このバッドボタン押されてるだけでもね、僕凹みます、正直言うて。まあ、参考にはなるんでね、何があかんかったんやろっていう、反省材料にはさせてもらっております。ですのでね、バッドボタンはね、これくらいだったらね、なんとか自分自身も、受け入れるぐらいはあるんですけども、アンチコメントとかね、なるとね、もう多分立ち直れないと思うんでね、すごく僕弱いんでね、こういったことをね、恥ずかしてもらってます。ですので、応援コメントも、すごくね、ありがたいんですけども、それ以上にアンチコメントが怖いということと、あと、質問とかね、された場合に、その、返すのがとても苦手であると。いうことなんですね。すごくぶっきらぼうな文章になったりとかですね。すごく誤解を招くような文章になってしまったりとかすることがもう非常に怖いんですよね。ですので、このチャンネルについてはコメントはオフにさせてもらっています。で、もしですね、どうしてもですね、どうしてもというか、どういうのかな、施術に関するご質問っていうことはね、受けさせてもらっています。例えば、こういった症状やねんけども、そちらで見てもらえるんやろうかとか、今までこういったことをやってきたんやけども、そちらで見ていただけるんやろうかとか、そういったことに関してはね、質問を受けさせてもらいます。で、それはどういったことを、どういうふうにかというと、下記のね、リンクから貼ってるんですけども、うちのホームページに飛んでいただきます。で、ホームページの中でお問い合わせっていうページがありますので、そちらからですね、ご質問いただければ回答させていただきます。ただし、施術に関すること以外の、質問に関しては、お答えさせてもらっています。例えば、YouTube ですね、こういうふうなことを言ってたんですけれども、どう思われますかとか、これはどういうことですかとか、いうことに関しては、一切お断りさせてもらっています。理由は、先ほどもお話しさせてもらった通り、すごく苦手やからですね。つまり、わざわざコメントオフにしている理由がそういうことなんで、ご質問から来ていただいても、こういったことに関しましては、回答は控えさせていただきますという回答を送りますので、質問をね、送っていただく手間だけになりますので、ぜひですね、そういったことはもうご遠慮いただきたいと思います。繰り返しになりますけれども、ご質問は受け付けます。ただし、あくまでも当院の施術に関すること、こういったことを、こういった状態なんですけども、施術受けていただけますか？こういった症状なんですけども、施術受けても大丈夫ですか？っていうことの、質問のみにさせていただいておりますので、その点はご了承ください。ということですね。今回は、頚椎症、頚椎ヘルニアとね、ちょっと違う話題にはなるんですけども、このチャンネル全体のね、お話になる。ぜひ、なんでコメントをつけてないのか。ということを、コメントオフにしてるのかということについて答えさせていただきます。
ました。まあ、これ以外にね、チャンネル、K2N、K2 賞についてのチャンネルになっております。メインでね、お話しさせていただいているチャンネルになりますんで、ぜひ参考にご覧いただきたいと思いますので、ぜひですね、チャンネル登録、グッドボタン、お願いいたします。失礼します。